どうも、久しぶりです。ノエドバン、手芸チャンネルでつまみ細工をやりたいと思います。100円均一でね、こういうリースを買ったので、お花をたくさん作ってくっつけて飾りたいと思います。この大きさと、あともうちょっと大きいので2個で100円でした。安い。では作っていきたいと思います。これはクリアファイルですね。クリアファイルの切れ端、そしてオチリン、シリンにボンドを乗せたら全体的に伸ばします。たっぷりと。そうしたらつまんだものを乗せていきます。温度をたっぷりつけて、ちょん、足を開いて、久しぶりに作るので楽しいです。上手にできるかは運ですね、運反対側に乗せて、足を開いて、あんまり開かないの、ぎゅーっと足を片方ずつぎゅじゃんじゃん乗せちゃいましょう。なんか寒いなと思ってこたつをつけてるんですけど、お部屋の温度は20度です。そしてセーターを着ているのでほかほかに暑いです。うまくくっついてくれない。足を開いて、ぎゅっ、なんか真ん中にうまくいかない。
袋の入浴剤でコラーゲン入りとかヒアルロン酸入りとかなんかいろいろ成分が書いてあるんですけど、ああいうのが入ってる入浴剤に入った時はお風呂を出たらシャワーを浴びていいんでしょうか、そのまま入浴剤がついたまま出た方がいいんでしょうが、よくわかりません。今日はそのまま出てきてしまいました。ちょっとでもお肌のためにいいかなと思って。でもなんか髪の毛は入浴剤がついてると痛むとか聞いたことがあるので、どうなんでしょうかね。髪の毛はシャワーで流して体は入浴剤がついたままのがベストなのかしら。なんか真ん中がうまくいかないけど久しぶりなのでしょうがないですね。これがおばあのクオリティ。スカスカ。悲しい出来事から1年経ったので、ボケっと録画を見たりして寝腐ってるのもやめようかなと思って、そろそろまた何か作って遊んでようかな。レジンの方も100均でたくさん買ったのでレジンを作ってたりもしたいですね。なんかここがサカサカギュギュ、鼻息がふんふん荒いかもしれない。冬って乾燥して鼻とか喉とか寝起きが痛いですよね。でも可愛くできたんじゃないでしょうか、これ。どう？こんな感じを、ちょっとこうやって立てると丸くなってくれればかわいいかな。あんまり立たないかな。で、真ん中にパールちゃんをつければお花が一つ完成ですね。
花と穴を持ってたっぷりとつけて、穴に真ん中にちょんちょんちょん、完成です。かわいい。久しぶりに作った割にはいいんじゃないでしょうか。赤とか白とかいっぱい作ってクリスマスっぽいやつをリースにくっつけて飾りたいと思います。くるくる、あとは発泡スチロールで半分のやつを合体させてもう半分をくっつけて、サンタさんか雪だるまにしようかな。でリースの中にこんなくっつけたら可愛いかもしれない。ね、たくさん作りましょう。ではまた今日はコツコツとお花を作って遊びたいと思います。それでは皆さん今日もお仕事頑張っていってらっしゃいませ。さようなら。